ブワディスワフ2世ビグナニエツは、ポーランド大公、シロンスク公。ボレスワフ3世とキエフ大公スブヤトポルク2世の亡命公と呼ばれる。ブワディスワフは長男であったため、父は彼を進んで国政に参与させた。一部の歴史家は、ボレスワフ3世が死ぬより前に、ブワディスワフにシロンスクを与え、自らの着刑子孫に世襲の報道を確保することにした。 1125年頃、ブワディスワフは、オーストリア編境博レオポルト3世の娘アグネスと結婚した。この縁組によって彼は、ローマ帝国と深い関係を持つようになった。アグネスは、ローマ皇帝ハインリヒ4世の孫娘で、ローマ王コンラート3世のイーフ妹に当たっていたからである。ブワディスワフのおかげで、シロンスクは1133年から1135年に、 かけてのボヘミア公国の攻撃を防衛することができた。彼は、オドラ川を越えて攻め込んできたボヘミア軍を迎え撃ち、シロンスクの主要な地域の破壊を止めさせた。1137年、ニエムチャで開かれた、ボヘミアの支配者たちとの会議の際、議論はあるものの、ブワディスワフは、ボヘミア公ソビエスラフ一世のスエムスコパーツラフ二世の、先例の大父に選ばれたとされる。 ボレスワフ3世は1138年10月28日に死去した。その遺言状により、ボレスワフ3世は息子たちに国土を分割相続させた。長男ブワディスワフ2世は、主位の大とされ、国家の最高権威を与えられた。ブワディスワフ2世には、シロンスクに加え、長子領が与えられ、ボモジェの総主権をも保障された。彼のイボ ボレスワフ4世とミエシコ3世は、それぞれマゾフシェ領とビエルコポルスカ領を摂取領地として与えられた。ブワニスワフ2世は、ウェンチサオも与えられた。さらに、もう一人のイボテイヘンリクが青年に達した場合、サンドミエシュを長子領から分割し、終身の領地として与える義務も課せられた。一番下のイボテイカジミエシュ2世には何も与えられなかった。これは、 カジミエシュが、ボレスワフ3世の死後に生まれたためだと考えられる。父が死去した時、ブワディスワフ2世はすでに成人しており、結婚して息子も生まれていた。992年のボレスワフ1世、1032年のミエシュコ2世ランベルト、1106年の父の例に習い、ブワディスワフ2世は、大公となって、すぐに国土を統一する試みを始めた。彼は豊富な経験と、 軍事指導者としての才能を持ち、国家統合は、最終的には、成功を収めるだろうと思われた。ブワディスワフニセイとママ母サロメア及び彼女の産んだイボテイたちとの対立は1141年から本格化した。サロメアが、大公の許しを受けず、知らせることもなしに、自分の息子たちに、過不良のウェンチツァを分け与えようとしたためだった。これに関して、彼女は息子たちに、 強力な同盟者を見つけるため、末娘アグニエシカの婿選びを始めた。条件に、最もふさわしい婿候補は、キエフ大公フセボロド2世だった。ウエンチサで起きていることを知ると、ブワディスワフ2世はこれに応酬するため、キエフと弟たちとの協定をすべて破棄させたばかりか、フセボロド2世の娘ズベニスラバと自分の長男、ボレスワフの縁組を成立させた。 二人の結婚式は翌1142年に執り行われた。ブワディスワフニセイとキエフルーシとの同盟は1142年から1143年にかけての弟との領土をめぐる争いで彼を優位に立たせた。ブワディスワフニセイはルーシ、ボヘミア、ローマ帝国との同盟を背景に弟たちに対して圧倒的な勝利を収めた。ブワディスワフニセイ亡命校 アレクサンデル・レッセルがブワディスワフ2世の統治期、最も牽制を誇っていたのは、旧中博、ピョトル・ブーストビチだった。ブーストビチは、ボレスワフ3世の中心として国内に対する大きな政治的影響力を獲得し、宮廷の養殖を抑えていた。旧中博である、彼は、年少の諸高達の領地を含むポーランド全域の地方機関の干渉。ブーストビチの牽制拡大は、 ブワディスは不二世との関係を悪化させていき、特に皇妃アグネスは彼を裏切り者として嫌っていた。1144年7月27日、ママ母、サロメアが死去した。父の遺言に従い、彼女の領するウェンチツァは、年少の諸侯の同意のもと、調子料に併合された。ところが、ブーストビチは、ウェンチツァを調子料から奪い取るクーデターを計画した。この事件が起きると、 ブワディスワフ2世は同盟者キエフルー氏に援護を求めた。ブワディスワフ2世は食料調達が済まないうちに自分の軍隊をボレスワフ4世とミエシコ3世の同盟軍と戦わせた。ここでブワディスワフ2世は予想外の苦戦を強いられたが、それも同盟者であるキエフ軍が到着するまでのことで最終的な勝利を得たのはブワディスワフ2世の軍隊だった。すぐに和平が結ばれ、 ベンチサは、ブワディスワフ二世の領する、長子領に組み入れられた。ただし、協力してくれた、キエフルー氏に、ポーランド領内のビジニエの資料を上とする代償も、払っている。一方、ブワディスワフ二世トップを取るブルストビチとの、敵対関係は悪化していくばかりだった。宮中白の味方についた人々は、内戦が起きると一斉に対抗に敵対した。こうした状況は、 ブワディスワ・フニセイの理想とする先制政治とは全く違っており、この事件のご太公はさらに弟たちの完全な排除を望むようになった。1145年までに二人の関係は修復したかに見えた。太公はブーストビチの息子の結婚式に出席し、その息子を急中泊に任じたからである。しかし、翌1146年、ブワディスワ・フニセイは自ら ドベクは、オービノにあるブーストビチの宮廷に現れ、自分の手下たちを使って、宮中博を逮捕した。アグネス皇妃は、ブーストビチを殺すよう夫に訴えたが、ブワニスは不義性は代わりに、宮中博の目をつぶし、口を聞けなくした上で国外に追放した。ブーストビチは貴族たちの間で、極めて人望があり、友人も多かったため、この事件は、多くの有力者を、 年少の諸公達と同盟させることになった。盲目のブボストビチはこれまでブワディスワフを支持してきたルーシを訪れ、ルーシ人を説得して、ブワディスワフ2世との同盟を破棄させた。1146年の年明け、ブワディスワフ2世はついにイボテたちとの最後の戦いを始めた。当初、太公が何の障害もなくマゾフシェを占領し、ボレスワフ4世を ポズナンの要塞に撤退させたため、大公が勝利するかと思われた。しかし、ブワディスワフニセイは、結果的には敗北することになった。この原因は、治療の情勢が不安定で、ブワディスワフニセイの独裁に反対する大規模な、反乱を引き起こしてしまったことだったようである。反乱軍は、ブーストビチ事件に関して、大公を破門していた、グニエズの大司教やクプゼジュニナの支持を受けたことで、 さらに勢いを増し、さらなる反乱の続発を引き起こした。ポズナンのボレスワフ4世に合流した他の燃焼諸公の連合軍ばかりか、自分自身の進化達にも敗れてしまったことは、ブワディスワフ2世にとって、まさに聖典の霹靂だった。大公は亡命を余儀なくされ、クラックフ防衛戦に失敗したコーヒーアグネスと、子供たちもブワディスワフ2世に合流した。 年少の諸高達が完全な勝利を勝ち取り、ブワディスワフ・ニセイは、隣国の君主たちの情けにすがって生きていくしか、なくなった。まもなく、ブワディスワフは、妻の妹と結婚していたボヘミア王ブラディスラフ・ニセイの、プラハの宮廷に身を落ち着けた。彼は二度とポーランドの土を踏むことはできなかった。ボヘミア宮廷で居候として過ごした後、ブワディスワフ・ニセイは、妻の異府系である。 ローマ王コンラート3世の庇護を受けた。ブワニスワフ2世は、間もなく、ドイツに移住し、コンラート3世に忠誠を誓った上で、ポーランド対抗位を回復してくれるように頼み込んだ。ポーランドの燃焼所降達に対する懲罰遠征は1146年頃に、起きたが、オドラ川の反乱のせいで、コンラート3世が派遣したブランデンブルク編境博 アルブレヒト一世とマイセン編強迫コンラート一世の軍隊は遠征に失敗した。ブワディスワフ二世は復権の望みを捨てなかったが、コンラート三世の第2回十字軍遠征が始まったため、復権の実現は先延ばしになった。この時期、ブワディスワフ二世はザクセンのアルテンブルクを一時的なドイツの支援を待つことなく、ヒアグネスと共に、 ローマに赴いて強行に支援を要請したが、失敗に終わった。1152年、コンラート三世が死ぬと、ローマ王位は、老いのフリードリヒ一世に引き継がれた。新国王の即位は、ブワディスワフ二世に、復権の希望を抱かせた。ブワディスワフと、おば、アグネスの願いを聞き入れ、フリードリヒ一世は1157年に、ポーランド遠征を行った。この遠征は成功したが、 フリードリヒ一世は、ブワディスワフ二世を福井させることはなかった。ボレスワフ四世が皇帝の風神となることを誓い、功能金を支払うと約束したためである。ただし、フリードリヒ一世は、代償として、ボレスワフ四世に対し、ブワディスワフ二世の息子たちに、シロンスクを返還することを求めた。これにより、ポーランドの主位権を回復するというブワディスワフ二世の望みは断たれ。 二年後の1159年、亡命先のアルテンブルクで没した。1163年になって、ボレスワフ4世はようやくブワディスワフ2世の息子たちにシロンスクを返還した。やがてシロンスク広告は、彼の多くの子孫たちによって17に分裂した小規模な広告群になってしまい、さらにドイツの影響下に置かれるようになった。彼の男性子孫は1675年、レグニツァ 家ジ4世、ビルヘルムの死によって断絶した。1125年、オーストリア編共博レオポルト3世の娘アグネスと結婚し、5人の子女を設けた。ありがとうございます。